関係者各位、自衛隊ヘリビッグビーを奪った。そのまま時が経てば燃料は切れ、稼働中の原子炉建物に墜落する。この危機を回避する方法はただ一つ、日本の原子力発電所を全て破棄せよ。天空の鉢、ヘリにはまだ小学生の少年赤彦君が閉じ込められている。息子が中に。奪われたヘリの設計士と、あのヘリは無人飛行ができるんです。狙われた原発の設計士、この地域に住む全ての住民に避難勧告を出さなければいけない。日本は数百年ここを捨てることになるかもしれません。化け物、今すぐやめさせろ。共犯らしい人間がお宅の社内におる可能性が高まっております。最初、これは俺たちの仕事や。落ちた、高彦最下、ヘリ落ちるぞ。まだ諦めてないのか。お前は諦めてんのか。愛して愛して、大切なものを守り抜くために。家族を守れない男に父親の資格なんてあるか。でもやるんだよ。我々にあと2時間しかないんです。命を懸けたカウントダウンが始まる。俺は蜂に刺されるまでは戦い抜くからな。届け天空の蜂。